ノーマッシュ、探したぜ。忘れたとは言わせない。ルフィ、てめえのおかげで警察に追いかけ回されて汗かいちまったじゃねえかよ。へえ、公園の掃除かよ。じゃあついでにお前も掃除してやるよ。油断大敵って。あれ、危ねえよ。てめえこの野郎！くせ！おりゃ！出る！そうやっちまったな。あんたは。なんで小馬さんが。そいつにその力やったのは俺だよ。え？地球制服を企む宇宙人のボスはあんただったの？だがその力で人を傷つけるのはルール違反だったよな、植木。よって植木康介、お前には罰を与える。罰？はぁ、河川が神様候補って、なんだよ今時神様って。お前が正体を教えろって言ったんだろうが、森。いいか、
この世には俺を含めて100人の神候補がいてだな。そいつらおのおのが選んだ中学生一人一人に力を与えんだよ。そんでそいつらを戦わせて一番になったやつの神候補が次の神様になれるってことなんだな。これが小馬戦に呼ばれて職員室行った。なんか最近植木のやつ雰囲気変わった。やっぱそう思う？うん、すっごい嫌悪感感じる。私もなぜかすごくぶん殴りたい。植木が急に女子どもに嫌われ出したのは植木の女子に好かれる財が消えたからだ。財？財ってのはまあ才能のことだな。才能？つまりあいつはゴミを気にする能力で人を傷つけるたび自分の才能を一つずつ失っていく。それが俺が言った罰ってやつだ。なんでそんな力を植木に与えたのよ。ありゃ半年前かな。たくさんある力の中から一つくれてやるって言ったら。いらない。え、いらない？そうか。さてはことの重大さに気づいてないようだな。いいだろう。はあ、さすがに驚いたようだな。じゃあこれを元に戻す力ってのもあるの？あ、もちろん。ちょっと貸して。おう。どうだ、こいつはゴミを気にする力だ。しょぼい力だろ。ま、これはおまけみたいな力だが、他にもっとすげえ力。もうこれでいいよ。え、めんどくさいからこれでいい。あ、玉ねぎ買い忘れてる。めんどくさい。やべえ、店閉まっちゃう。玉ねぎ。感謝の言葉一つなくあいつは走り去っていったよ。まあ大事を起こさねえように両手で覆えるものって限定はつけてるけどな。半分以上押し売りじゃない。全部じゃない。じゃあその財がゼロになると植木はどうなっちゃうのよ。あ、そりゃあ、まああれだ。なんだ？植木康介消滅。財？別にいらねえじゃん、才能なんてさ。いらねえじゃんって。何そんなにムキになってんだ、俺のことなのに。ちょっと待ちなさいよ。あれが小林さんが言ってた植木くんか。おう、ワンコ。このゲームの報酬、空白の財のことまだ話してないみたいですね。手にしたものは好きな才能を一つだけ書き込める空白の財。まあ、黒くも染まる。善の者が手にした場合これほど夢のある力はないが、悪の者が空白の財を手にする者はよりすぐらなければならない。それに値するやつを僕は探してきたつもりです。まだ決めてねえ。エントリー締め切りまで残り1週間だ。そろそろお前の正義確かめさせてもらうぜ。ちょっと聞いてるの植木。しっかり食べてたわよ。あんたこのままだと消えちゃうんだよ。天丼食ってる場合じゃん。こいつ日の国中最強最悪の超危険男、鈴木さくら。一夜にして超でかい賊を沈めちゃったとか、熊を一撃で倒しちゃったとか。今植木とこんな奴がトラブルを起こしたら。何すんのバカ。バカ
たじゃと？面白い。あいつを最終確認テストに使おう。いたぞ、あそこだ。ち、もう来たかい。何するとこじゃい。森、お金払っといて。待て。やっと参ったか。まったくしつこい奴らだったな。なんじゃ今でこら、まだおったんか。駅の制御を試すや、これが一番手っ取り早い。そういえばお前、berjuang untuk semua yang kamu inginkan dimulai dari Tokopedia.